にちは。ニュース108の時間です。令和元年8月、釈迦の口の中にまつわる驚きの事実が発表されました。本日未明、日本仏像物々研究会がアメリカのニューヨークで開かれた国際大会で発表した内容によると、釈迦の舌は顔を覆うほどの大きさであるということが発表されました。釈迦の舌は顔を覆うほどの大きさであるということが発表されました。なんとその舌は口から伸ばすと髪の生え際まで届くそうです。またそれを口の中に収納すると口でいっぱいにはならないそうです。このような驚きの発表を受けて、今日はスタジオに仏像に詳しい女流仏像イラストレーターの田中ひろみ先生に来ていただいています。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。このような発表が今朝未明ありましたが、はい、先生はどのようにお考えですか？いや、驚きました。びっくりしますよね。本当に驚きましたね、はい。またその舌にまつわることについて先生は何か知っていることはございますか？はい、その舌は大きいだけでなく、何を食べても美味しく感じられる舌だそうです。これは驚きの事実です。何を食べても美味しく感じる、はい、たとえ土を食べても、はい、たとえラーメンを食べても、はい、美味しく感じてしまう。そうですね。なんという身体能力なんでしょうか。ですね、驚きですね。驚きの事実です。またこの発表を受けて、テラテラ大学歴史美術学科の穂村南雄教授は自身のツイッターで、これは驚きの発表だ、この事実は我々の日常に何かしらの影響を与えるに違いない、そう述べています。そう感じますか、先生も？本当に驚きの発表だと思います。この釈迦の身体能力についての研究はまだまだ分からないことが多い分野ですので、これからも目が離せませんね。はい、本当です、はい。以上、本日のニュース108でした。ありがとうございました。